じゃあ消灯しますよ。ねえねえ未来、どうしたん？起きてる？寝てる。そっかウェイ、移動する？やっぱ恋バナする？あり。ちょっとギャル2人。あ、みなみ、うちも混ぜろし。ウェイ。てか恋バナって恋してるの今？はぁ、してるし。うわ、熱っ。なんなん？いや、なんか2人って好かれる側だと思ってた。いや、ないない、平子とかずっと恋してるもんね。やめろし。マジか。じゃあ南は？待って待って、なんで私から？いいじゃん。もしかして今いる？いや、いないいない。そっか。でもまあ気になってるのはいるかな。マジ？おい、クラスイン。はい、終わり終わり。次見ないわ。うちちょっと前に別れちゃったからさ。そうなの？なんかごめん。いやいや、そういうものっしょ。そうだったんだ。楽しかったな。嫌だったらごめんだけど、いつだったか聞いていい？秋。マジ？割とほんと最近やね。誰？クラスの人。誰ってか、秋。え？ん？うん。あ、6組の秋山くん。いや、秋。え？季節？うん。好きな季節の話してたの？うん。そうだよ。はっ倒すぞ。え？普通好きな人の話でしょ。いや、そんな話したってしょうがないっしょ。季節の方がしょうがないだろ。それ以外話すことがない時に話す話題だよ。マジ？みなみやば。やばいの、あんたらだって。てか別れたとか言ってなかった？あー、秋分？秋分を別れるって言うなよ。確かに秋に別れると書くけどさ。昼と夜が同じ長さになるとさ、別れの季節かってなるよね。ならないよ。未来マジツラタンそうだった。辛くないよ。むしろ休日だからいい気分だろ。ツラタンタンメン。いや、じゃあ平子のずっと恋してるのって春？いや、お前もかい。あー、春来ないかな。比喩で使え、その言葉。あ、待って、どうしたん未来？春もそのうち別れるわ。うわー、見ないで欲しかった、その未来。いや、それ春分だろ。未来見なくても分かるわ。恋すんの辛いわ。それな。いや、恋するって言わないでよ、紛らわしい。でも春は恋しいっしょ。物とか概念に対して恋しいって話を恋バナって呼んでる？うん、やめた方がいいよ。マジ？恋バナって恋の話だから。恋？恋知らないの？知ってるし。淡水魚っしょ。バケモンかよ、あんたら。まあ侵略的外来種やしね。その恋の話もうしてないよ。誰かを好きになったりする方の恋だよ。ああ、あの感情か。何？感情を手に入れた AI なの？でもそっちの恋話すことなくね。彼氏と別れたくらいしかない。それでいいんだよ。待って、みなみのさっきの話ってそっち？そっちだよ。夏とかが好きって話じゃない？違うよ、新庄が好きって話だよ。へえ。測ったな。いつから好きな？あー、もうマジでやだ。同じ部屋の女子、ずっと喋ってて寝れない、マジ最悪。無料で聞いていい内容じゃねえだろ、金払わせろ。褒めてるな。尊すぎて大爆発しそう。今爆発したら絶対やばい。おい、枕投げ始めんな。あ、青春してるな。